こんにちは。第2種電気主任技術者の平良です。今回は、電研2種二次試験、機械制御科目より、平成26年度から問い2の対象座標表による清掃及び逆走リアクタンスに関する計算問題を解説していきます。まず、問題文を読み上げます。3層星型結線の円筒型同期発電機、定格容量10万キロボルトアンペア 定格電圧線間電圧 Vr=13800V 定格電流総電流 Ir=4184A 定格周波数 60Hz 定格力率 0.9() 遅れにおける清掃及び逆層リアクタンスの測定法に関して次の問いに答えよただし電気値抵抗などの抵抗分は無視する 1. 正層リアクタンス円筒型同期発電機の清掃リアクタンスは定格回転速度で定常運転状態では同期リアクタンスとなる同期リアクタンスは図1に示す無負荷飽和曲線と三相短絡電流特性曲線から求めることができる同期リアクタンスの定格電圧での飽和値 XSSOM および同期リアクタンスの 不法ワッチ XSU オームを v r ボルト i r アンペア i f 2アンペア i f 0アンペアまたは i f 0 g アンペアを用いて表す式を導出せよ。その導出過程も示すこと。なお IF2、IF0 IF 及び IF0G は図1に示す開示電流である。また IF2 イコール 600アンペア IF0=300 イコール300アンペア IF0G=270 イコールアンペアとして x s s o お及び XSUOM を算出せよ。かっこに逆走リアクタンス図2に示すように電気島ま線の2端子を短絡し発電機を定格回転速度で運転する開示電流を流し 短絡回路の電流 IS アンペア及び短絡回路と解放端子との間の電圧 VOS ボルトを計測する。また、この時の対象座標表による等価回路を図3に示す。逆走リアクタンス X2 オームを VOS ボルト及び IS アンペアを用いて表す式を導出せよ。その導出過程も示すこと。また、 VOS イコール 250V、IS イコール 400A として、X2Ω を算出せよ。まず、問題の設定を確認します。問題文の下線より、三相星型結線の円筒型同期発電機の清掃及び逆損リアクタンスの測定法に関する問題で、発電機の電気子抵抗などの抵抗分を無視することから、 リアクタンス成分のみを考慮しますなお問題文の黄色の河川は発電機の定格容量等の所量が記載されています。ここで問題を説明しやすくするため三層星型結線の発電機の回路図を作図します。まず発電機は星型結線でそれぞれの端子を UV W とし、誘導起電力は EUEVEW ドットとします。また、端子 UW 間の端子電圧を VUW ドットとし、端子 U 側から流れ出る電流を IU ドットとし、発電機のリアクタンスを JX とします。では、カッコ1の 清掃リアクタンスに関する問題を解いていきます。問題文の下線より、同期発電機の清掃リアクタンスは、定格回転速度で、定常運転状態では、同期リアクタンスになります。このことについて、対象座標表を用いて説明します。まず、発電機の誘導機電力を、対象座標表の定義により、E0、E1、 E2 ドットに変換します。なお、一般的に E0 ドットは層電圧、E1 ドットは正層電圧、E2 ドットは逆層電圧と呼びます。ここで、3×3 行列の A は、ベクトルオペレーターと呼び、A イコール E の J3 分の 2π 上で表され、性質として 図のベクトルのように a をかけるごとに位相が120度進み a を3回かけると元のベクトルに戻る性質があることから1プラス a プラス a 乗イコール0となります。また e0、e1、e e、e2 ドットから eu、ev、e、ew ドットへ変換する式はこのようになり2つの式の 3×3 の行行列列は、互いに逆行列となります。この行列を回路図により表すと EUEVEW ドットを3つの電源 E0E1E2 ドットで分けられることを表しておりこれにより重ね合わせの定理を用いて E0E1E2 ドットについての3つの回路の方程式を立てれば 回路を解析することができます。ではここで静相リアクタンスの意味を理解するため、ゼロ相電圧、静相電圧、逆相電圧の特徴をベクトルを用いて説明します。まず静相電圧は E U、E V、E W ドットの成分の中で 3×3 行列の赤枠の部分の成分であり、これを ベクトルで表すと、このように平行な三層交流電源と同じベクトルの関係になりこのことから E1 ドットは正層電圧と呼びます次に逆層電圧は 3×3 行列の緑枠の部分の成分でありこれをベクトルで表すとこのように平行な三層交流電源の ベクトルになりますが正層電圧と異なる点は EV と EW ドットのベクトルが入れ替わっていますこのことから正層電圧のベクトルの回転方向と逆向きの回転方向になりこのことから E2 ドットは逆層電圧と呼びます最後にゼロ層電圧は 3×3 行列の 青枠の部分の成分でありこれをベクトルで表すとベクトルオペレーター A の成分がないため同位相になる特徴がありますでは次のスライドに移ります次に発電機の誘導機電力 EU、EV、EW d ットをベクトル図で表すと問題文の赤枠の通り定格回転速度で 定常運転状態のためこのように平行な三層交流電源のベクトル図となります。なお EWEV はベクトルオペレーター A を用いると e w イコール a e u e v イコー a a 2乗 EU. となります。よって E0E1E2 のベクトル図と比較すると 生相電圧 E1 ドットと一致するため E1 ドットイコール EU ドットとなり他の E0、E2 ドットは0となりますこのことを計算により確認を行います行列の式から E0 ドットはこのようになり式を代入すると0となります同様にして E2 ドットの式も0となります。そして E1 ドットについては A3 乗1の性質からすべての成分が EU ドットとなるため E2 ドットイコール EU ドットとなります。では次のスライドに移ります。では重ね合わせの理を用いてゼロ相電圧、正相電圧、逆相電圧に関する 回路方程式を立てていきます左下の回路について赤の閉回路を考え中性点と端子 U との間の端子電圧を VU ドットと置きます。また電流 IUIVIW ドットについても I0I1I2 ドットに変換しこの変換に用いる 3×3 の行列は E ドットの変換に用いた行列と等しくさらに端子電圧 V についても I と同様の変換を行いますでは赤の閉回路について重ね合わせの理を用いると正相回路逆走回路ゼロ走回路の3つの回路が求まりますまず正相回路については 電源電圧が E1 イコール EU となり端子電圧が V1 線電流が I1 で清掃回路に対応するリアクタンスが JX1 となります。よって清掃回路の回路方程式は E1 マイナス JX1I1 イコール V1 となりまた X1 は清掃リアクタンスと呼びます。次に逆走回路については電源電圧が E2 =0 となり端子電圧が V2 ドット線電流が I2 ドで逆走回路に対応するリアクタンスが JX2 となります。よって逆走回路の回路方程式は マイナス JX2I2 ドットイコール V2 ドットとなりまた X2 は逆層リアクタンスと呼びます。最後にゼロ層回路については電源電圧が E0 ドットイコール0となり端子電圧が V0 ドット線電流が I0 ドットで0回路に対応するリアクタンスが JX0 となります。 よってゼロ層回路の回路方程式はマイナス JX0I0 イコール V0 となりこれら3つの回路方程式を総称して発電機の基本公式と呼びます。なお問題文の赤枠より定格回転速度で定常運転状態であることから負荷は3層平行負荷であると考えると 線電流 I0、I2 ドットは0となり I1 ドットは IU ドットとなりますこの式を発電機の基本公式に代入すると逆走回路とゼロ走回路の端子電圧は0となるため正走回路の回路方程式の分が残ることから発電機が定格回転速度で定常運転状態での 清掃リアクタンスは同期リアクタンスと等しくなります。では、次のスライドに移ります。では、問題文の内容に戻ります。問題文の緑の下線より同期リアクタンスは図1に示す。無負荷飽和曲線と三相短絡電流特性曲線から求めることができ。この理由については、下記説明欄の。 解説動画をご参考ください次に問題文の赤の下線より同期リアクタンスの定格電圧での飽和値 XSS 及び不飽和値 XSU の式を求めさらに黄色の下線の値を用いて数値を求める問題ですなお問題文の最初の記載内容より 1> 図1の定格電圧 VR は線間電圧 IR は総電流を表しています。では XSS を求めます。図1より定格電流 IR は電気子電流でありこの時開示電流は短絡曲線より IF2 となります。また定格電圧 Vr を生じさせる開示,電流は開示が飽和する場合を考えると無負荷飽和曲線と定格電圧 VR の赤の線の交点となることから IF0 となりさらに短絡曲線により短絡電流は IS0 となります。ここで短絡曲線は比例関係にあるため IF0 分の IF0 イコール IF2 分の IR となり IS0 について解くとこのようになります。また同期リアクタンスの定格電圧での飽和値 XSS は XSS イコールルート 3IS0 分の VR で表されるため IS0 を代入すると √3IR VR×IF0 IF2 分分の、VR、分のとなります。次に xsu を求めていきます図1より開示が飽和しない場合は定格電圧に近づいても開示電流と端子電圧は比例関係にあるためギャップ線が開示電流と端子電圧の関係を表しています。よって、 定格電圧 VR を生じさせる開示電流はギャップ線と定格電圧 VR の赤の線の交点となることから IF0G となりさらに短絡曲線により短絡電流は IS0G となります先ほどと同様に短絡曲線は比例関係にあるため IF0G 分の IS0G イコール IF2 分の IR となり IF0G について解くとこのようになります。よって同期リアクターズの定格電圧での不法和値 XSU は XSU イコール √3IS0G 分の VR で表されるため IS0G を代入すると √3IR 分の Vr かける If ゼロ G 分の If2 となります。次に XSs、XSu の数値を求めていきます。まず XSs に値を代入すると 3.81Ω となり、次に XSu に値を代入すると 4.23Ω となります。これが (1) の答えです。 次に、2の逆走リアクタンスに関する問題を解いていきます。問題文の下線より、図2のように電気仕巻線の二端子を短絡し、発電機を定額回転速度で運転させます。また、開示電流を流し、短絡回路の電流、IS 及び短絡回路の開放端子との間の電圧、VOS を計測します。 この状態は対象座標表を用いると図3のような等価回路に変換できます。まず問題文の青の下線を図2に反映すると、端子 V、W を短絡することから送電流は Iv ・イコールマイナス IW ・イコーの関係となり、また端子電圧は Vv ・イコール VW となりますなお端子 U は解放しているため i u イコールゼロとなります。また問題文の緑の下線の電流 IS 電圧 VOS は図により短絡電流のため IS.=IV. イコールとき電圧は先間電圧となるため VOS. イコール VU. マイナス v b と置きますそして今回の問題は問題文の赤の下線より逆層リアクタンス X2 を VOSIS を用いて表し数値を求める問題ですでは最初に問題文の黄色の下線に記載されている通り対象座標表により図2を 3に変換しますでは問題の条件 iu.=0iv.=-iw.vv=vw. イコールイイコールマナスと発電機の基本公式対象座標表を用いて図3の等価回路に変換します。まず i0。の式は行列の式よりこのようになり 条件式を代入すると0となります。よって0相回路の回路方程式より V0 ドットは0となります。また I1 ドットはこのようになり式を代入すると3分の1括弧 A マイナス A2 乗 ×IV ドットとなり同様にして I2 ドットは マイナス3分の1カッコ A マイナス A2 乗 ×IV ドットとなることから I1 ドットイコールマイナス I2 ドットとなりますでは次のスライドに移ります次に端子電圧 V について対象座標表を用いると条件式 VV ドットイコール VW ドットの関係から このような方程式が求まり、整理すると、V1 イコール V2 となります。これらの結果から図3の回路を考えると、0層回路については、I0 V0 が0であるため、考慮する必要がありません。また、正層回路、逆層回路については、端子間に赤と青のように、 短絡することにより i2. イコール -i1. の関係が成り立ちまた v1. イコール v2. の関係も成り立ちますこれが対象座標表による図2から図3への回路の変換方法ですでは次のスライドに移りますでは図3を用いて iv.vu. V、V ドットを求めていきますまず図3の結合した正層回路と逆層回路の回路方程式はこのようになり i1 ドットについて解くと i1 ドットイコール j カッコ x1 プラス x2 分の e1 ドットとなりますよって行列の式から求められる iv ドットの式に式を代入すると J カッコ、X1 プラス、X2 分の、カッコ、A2 乗マイナス、A、e、E1 ドットとなります。次に、整相回路の回路方程式の I1 ドットに式を代入すると、X1 プラス、X2 分の、X2E1 ドットとなり、行列の式により求められる、VU ドットの式に、 式を代入すると、x1 プラス x2 分の 2x2e1 ドットとなります。同様にして、v、v ドットの式に式を代入すると、x1 プラス x2 分の x2e1 ドットとなります。では、次のスライドに移ります。よって、短絡回路と 解放端子との間の電圧 VOS は VOS イコール VU マイナス VV であるため式を代入すると X1 プラス X2 分の 3X2E1 となりますまた短絡電流 IS は IS イコール IV であるためこのようになり ベクトルオペレーター A の複素数表記の式を代入すると x1 プラス x2 分のスルート 3e1 ドットとなりますでは次のスライドに移りますしたがって is 分の Vos を計算するとルート 3x2 となるため逆走リアクタンス x2 は x2 イコール ルート3 i s 分の VOS となります。また、この式に値を代入すると、0.361Ω となります。これが括弧2の答えです。以上が今回の問題の説明です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。